体脂肪を減らす有酸素温度の新方法ということで有酸素温度ランニングとかは行っているんだけど昔の常識のままを行ってなかなか体脂肪が減らないという方がすごく多いんですねですからそういった話をトレーナー歴30年パーソナルトレーナー歴19年の私パーソナルトレーナーユーセクシーフィットネスユーがお話ししてまいります 一般的な有酸素運動の場合、最大心拍数の60%ぐらいで、えー、運動していくと体脂肪を、えー、燃焼する、えー、効率が高いと言われているんですけれども、えー、これね、かなり前から言われてるんですけれども、えー、確かにあの運動中は、えー、体脂肪を燃やす率は高いんですけれども、実際には、えー、そればかりがいいとは言えないんですね。 実はもっと運動強度が高いものの方が体脂肪を燃やす効果が高いと言われています例えばこの表を見てみましょうか、えー、最大酸素摂取量の60%の運動を行った場合には30分間の消費量というのが全体の消費量というのは210キロカロリー そのうち体脂肪を使う率というのが90%ということで、えー、大変、えー、効率はいいんですけれども、えー、体脂肪の消費カロリーというものが、えー、1 8 9キロカロリーということになります。それが運動の強度レベルを上げて えー、80%という心拍数のレベルで行うと30分間の全体の消費量というのは3 7 0カロリー。まあここがまず大きくなるわけですね。えー、それそのうちの体脂肪率を使う率というのはさっきの60%より下がって80%ぐらいになるということで、まあ、率は下がるんですけれども体脂肪を使う消費カロリーというものは2 6 4キロカロリーということで、えー、運動強度が低い。 60%よりも80%の方が体脂肪は実際に多く使っているということになるんですね。えー、プラスこれ以外に残りの20%の、えー、糖質も、えー、消費してますので、えーまあ、それ合わせると3 7 0カロリーということになります。体脂肪燃焼というのはあのー、この運動中の、えー、体脂肪をどれだけ燃やしたかということだけでなく基本的には1日を通しての、えー 消費、カロリーのね、摂取と消費のプラスマイナス差し引きになりますので、やはりね、あのー、糖質の消費量のもあるといえども、やっぱり全体的な消費量、運動量が大きい方が、一日を通して、そして一週間とか長期間で見ると、やはり、あのー、体脂肪を落としやすいんですね。ですから、基本的にはやはり運動強度が高い方が、やっぱり落としやすいです。 最大心拍数というのは年齢によって違ってくるんですけれども、えー、この表のようになりますね、えー、と若ければ最大心拍数というものがやはり高い、えー、心臓が多くしっかり動きますので高いですね、えー、それによって、えー、60%で80%でも、えー、その最大心拍数によってきますえー、従ってきますので、えー、年齢が上になるほど、えー、そのね下の 60%80% という数字も、えー、年齢が上になるほど低くなってきます。 えこの、えー、運動強度が高いレベルというものを、えー、ハイインテンシティトレーニングまあ強度が高いトレーニングというふうに呼ぶんですけれども、えー、その時の消費カロリー自体も多いんですが高いレベルのちょっときついなっていうレベルの運動を行うとその時の消費だけでなくその後数時間とか6時間7時間8時間というその後の時間も 体の中の体脂圧ももの中もすごい高まるんですねですから、あのーまあ、一般的な研究の場合にはその運動している時間の間の、まあ、消費カロリーがどのぐらいとかそのうちの体脂肪を,を使う、えー、率というのはどのぐらいという感じの研究が行われるんですが実際にはその運動が終わってから後、まあとも僕らの人生はありますから、えー、その運動終わってからの消費カロリーも高いというのはやはりね最大心拍数が80%とかいくような、えー 運動の方がもっと消費するんですね。ですから、えー、その全てを丸一日を通して考えるとやはり運動強度がが高いいい方が体脂肪を落とととしやすすい。いうことになりますですからまずあの、ね、今まだあのこれから運動を始めるという方の場合には、まあ、最初はウォーキングから始めて体を慣らすということも必要なんですけれども、えー、それができるようになったら、まあ、とりあえずまず20分と決めておいて、えー、20分まず軽いジョグで走る。 軽く走る、えー、今度はその20分というのを少しレベルが上げられるかスピードが上げられるかということでその20分の、えー、走るスピードを上げていくこれがまああのー、ジムのねランニングマシンでいうなら20分を、えー、時速10キロとか12キロとかで平気で走れるようになるぐらいまでやはり、えー、体力筋力を上げてほしいですね。 それができるようになったらえー、もう一つ次のレベルの運動というのもありますえー、これがインターバルトレーニングというもので、えー、まあ、名前はね。聞いたことがあるかと思いますえー、通常インターバルトレーニングというと、例えばこう部活なんかでねえー、短い距離を走ってえー、しばらく休憩して、それを何本も何本もやっていくという印象があると思います。けれども、もえー、有酸素運動としてのインターバルトレーニングというものは？ それをいいでいく感じになりますね最初はウォームアップで軽くゆっくり走ったと思ったら、えー、次に1分から2分ぐらいとにかくそこはね息が切れて全力っていうぐらいかなり速いレベルの、えー、12分走ります。 で、それからまた、三、えー、3分とぐらい、分ぐらい、えー、軽いジョグ、あるいはウォーキングにしていきます。そしたらまた、1、2分、ほぼ全力に近い、えー、走りにする。で、ゆっくり走る。また全力に近い,い、く、全力に近く、えー、早く走る。それからまた、ゆっくり早く、ゆっくり早くと。えー、この繰り返しですね。だいたい3分ぐらいゆっくり歩いて、1、2分全力で走る。という繰り返しで、まあ、このパターンで、まぁ、あ、20分ぐらい、 続けていけるようなレベルまでまた体力レベルを上げていくと、えー、このパターンのこのインターバートレーニングの場合より、えー、先ほど言った運動後のの、えー、体脂肪燃焼エネルギー消費というものはかなり進んでくるんですねですから今、あのー、体脂肪を燃やしたいということで、まあ、大会出るような人だったりとか、えー、そういう人っていうのはこういうパターンでの有酸素運動を行っていくことが多いんですね。 ですから、まずは、えー、自分の体力を見極めながら、えー、どのレベルから、えー、始められるか。最初はウォーキングとか軽いジョーブから、それから、えー、レベルの高い、えー、ランニングに行けるかどうか、えー。それができるようになったら、このインターバルトレーニングもチャレンジしてみると、えー、一層、えー、体脂肪が燃えてくると思いますので、今は現在ね、なかなかやはり、 えー、いやいや走ってんだけどなかなか変わらないという人は、えー、ゆっくりなペースでね早歩きだけをずっとやってたんじゃないかなと思いますそういう人はねこういった、ね、変化も入れてちょっとレベル上げるということも是非やってみてほしいですねちなみにですねハイインテンシティトレーニングというのは有酸素運動だけに、えー、言われる言葉ではなくて筋トレでもハイインテンシティトレーニングと 呼ばれることがあるんですねこれはやはり、えー、結構重いものをやって強度が高いトレーニングの場合をハイインテンシティトレーニングというんですけれども、えー、ですからなんとなくゆっくりマシーンで、えー、やってる筋トレよりはまあダ,ダンベルとかバーベルを使ってちょっと重いぐらい10回12回はかなりギリギリなものをいくつかやっぱりこなしていく、えー、そういったものをやっていくとこれねさっきの,あのインターバルトレーニングの時と同じでトレーニング後の エネルギー消費がものすごい爆弾にあるんですね。ですから、えー、筋トレ自体も、えー、これに近くなってくるわけです。なので最も理想的なのはやはりトレーニング自体を、えー、筋トレ自体をやはりちょっと重いものを扱って、えー、強度を上げていくそれで、えーまあ、その時間の消費量も多いけどその後数時間の消費量も稼いでいくで筋トレが終わった後にさらに有酸素温度を少し付け足していく。 というパターンの方が、えー、より体脂肪を燃やしやすく体も変えていきやすいですね。代謝を高めながらも、その時間に、えー、消費するエネルギーもたくさんあって、さらに運動後も消費していく。このね、効果が莫大にありますので、ぜひね、試してもらいたいですね。頑張っていきましょう。